はい、ということでね、1人用終了です。まあ2人旅を1人でやって、1人2人用って書いてんだけど、これ2個コントローラー用意しなくても、1人で両方だから、ゼルダの4つの剣みたいにキャラ切り替えながらできるとかかな。まあやってみよう。はい、ということで、ね、次は2人編いきます。プレイ人数は2人おすすめ。1人で操作するキャラ、まあですよね。まあ別にこっちの機能なくても自分でコントローラー2個持ってやるだけだからいいんだけど。ZLZR で、操作切り替え OK です。まあね、例えばね、友達とか子供がいる人はね、痛恨をね、もう一人に渡して一緒にプレイしてみるのも楽しいかもしれない。お、画面外、そういうのもあるのか。切り替えね、あの 2P 邪魔すぎて。え、何、お前らすれ違いができないのか。すれ違いの多い夫婦が、え、こういうことじゃない。あ、ダメか、1個しか出せない。結局1個は出さなきゃ無理か。俺を足場にしただと。まあ無理だよね、片っぽが入った時点でクリアではないね。ってことは、ああ、そういうこと、完全に理解したわ。こういうことね。ステージクリア。あ、くっついた。にんにんにん、使った箱3個。あ、この説明は入るんだ。で、4箱以内でクリアって結構厳しいな。まあ初めのステージだしね。さあ、別に長くないけどさ、それなりにロード時間入るんだけど、そんなロードするとこある？これ もうやったよな。節約したければこんな感じでいきましょう。まあまあ序盤はただ2人でゴール目指すだけって感じだね。使った箱4個。まあ、慣れないうちはね、箱いくら使ってもいいからクリアして、で、1回クリアした後に節約版を狙いましょう。6箱以内、今回11箱。出せる箱は2個ずつ。2個だったらあれじゃない？ちゃうよね。ってことは、あれ、箱フックから戻れると思ったんだけど。何がそこまで俺を節約に駆らせるのかというのは、しゃあない、普通にクリア していくか。普通にクリア、節約。普通にクリア、節約。どうしよう、取って帰ってきて、
死んだ。知ってた。しゃあない、2個使うか、もったいない。正直序盤2人いる意味がよくわからない。どこ、2人じゃなきゃクリアできない仕掛けが現状ないから、いまいち2人の意味がわからない。さあ3個ずつ出せる。あ、早くこっち来いよ。こうやったら箱数は節約できそうだよね。こっちがこうやってここにあげるじゃん。でこれ離れるじゃん、入れ替えるじゃん、こうやって箱復帰するじゃん。こうすんじゃん。で、こっち変えて、パーギすんじゃん。くっつけるわけじゃん。でさ、こいつがさ、戻るわけじゃん。戻れない。くそ、節約したいな。丸と1個にして、と。はい。合計4個。2人同時プレイだったら戻せるのかなっていうところだったけど、箱フックの戻すボタンどうだったっけ。いやーよ、6箱以内、結構厳しい。13箱。3、7秒押し。これさ、あのアクションゲームでさ、この縛りあると結構地獄だよね。強制スクロールでもなくてさ、ほぼ仕掛けが見えないまま進んでいかなきゃいけない。地獄の難易度。まあこのゲームアクションゲームじゃないけど、答え先が見えないのはね、辛い。これやっぱこうやってさ、ほら、ヨッシーじゃねえんだからさ。あれ、どうやって戻れるんだっけこれ。箱出し、箱消し、 Y、 ジャンプ、 L、 R。この後シューイーンって戻れたい、戻れない、あれ、まだその機能がないのかな。そんなしなくてもここに普通に置いたらいいだけなんだけど。どうしよう、どうかな。こうやって私がここで待とう。こうだ、よし、節約節約。にゃんにゃんにゃん。キューブも使わされてしまった。よっ、13箱、もうちょっと節約したいよな。11箱以内。長くないけどロード入るんだよね。そんなロードしてるとこあるか。おっと、やっと2人の意味あるとこ来た。ああそういうことね。詰まった。中に入れて、こういうことだよね。そういうことか。
こうやってこうやってこうやることで節約できる、次のところも使えるっていうね、もうこれが完璧なる節約術というやつだよ。さすがにこれ以上は無理か。あれも持っていけるかと思ったんだけど、そしてやはりここで3を使うしかあるまい。あ、大変なことになってしまった。落ちろ落ちろかトンボが。で、Y を押しっぱで変わると回収できる。OK。 これはもうしょうがないか。ふう。タコ棒意識節約術。でもこれでやっと2人の意味が出てきたね。さあ、あと2面。最後に行く前にちょっといろいろ調べておくか、ね、オプションとかその辺を。よっ、タイトルへリトライ、操作説明、ジャンプ、箱出し、箱投げ、箱置き、箱消し、キャラ切り替え。あの技は箱を打つやつは。ガイドオンオフ、何これ、どっちがどこ行かなきゃいけないみたいな、そういうのがあるんだ。一緒に死のうぜ。見ろ、まるで箱がゴミのようだ。そう、これは人はこんなにもケチくなれるものか。ほら、こうやったらさ、あの L 字型に作らなくても1個節約できる。節約術。これか。これはね、よし。女が2個を作る。男が飛び降りる。あ、そんな風に落ちちゃう。いや、いける。いける。いけるはず。じゃあこの辺、おら、いけた。よし、よし。結構ギリジャンじゃないと。あーた、上に当たっちゃダメなんだ。そこまでして節約する価値があるのかと言われると疑問だけど、ね、もうパターンは覚えた。この辺、あー難しい。はっ、ここ、よし、2回連続で成功しないと先がない。はっ、この辺、よし、超節約術。あれ、これはまずいな。男の上に乗ってあれを開けると死ぬな。となると、おおおお、なるほど、そういうことか。ね、ここに2個置いてこういくわけ。で、男と女のラブゲーム。押すなよ、絶対押すなよ。わかった。これが節約術。取って、
だな。あ、ダメだ、箱の数が。なんという難しさ。こんな難しいゲーム見たことないぜ。3個だろう。だからこうやってこうやれば OK。 はっ、よし、ふう、節約完了。やったぜ。ボーナス達成。さあラスト、射出いけるか、10箱以内。お、ゴートさん、あ、数が違う、そういうパティーンもあるのか。あれ、打てない。射出、そんなものないよ。そういうことか。なるほどな。ここ節約できないか。多分ね、こうやって下止めた上で相手側にこういうのもらってみたいなことするん。ちょっと待って。ということは、命をかける。届かねえ。どうしよう。こうやって下止めた上で女の子、あ、そういうことか。こうだ。で、二人が合体してこうやったらいい。あー、ちょっとずれてる。多分こういうことかな。もうちょっと綺麗にいてくれませんか。とりあえずクリアはこれでいいのかな。ただこれだと王冠が取れないから。これ何、エンディングいっちゃうんじゃね。これもう見たじゃないかな。ん、パターン違う。これさあ、次2人番した時クリアリセットされてるのは勘弁だ。まだ王冠のパターン試してないから。パターン違う。もう見たじゃなかった。まだ見てない。まだこのムービーは見てません。アグボーイ&アグボーガール。あ、はね、ここはもう見たかな。見た覚えが。もう見た。これはもう見た。これやりたかったよね。人を乗せ、パートナー乗せて射出するやつ。発射。まあ、ショップもいろんなものが売ってそうだね。 Thank you for playing。 タイトルへ。頼むよ、リセットされてないことお願いします。
嘘だろ、嘘だろ。あの王冠取りたいよ。いいかね、今処理落ちしてんだけどさ、どこに処理落ちする要素あんの。押せない、ジャンプ中は押せない。頼む、クリアしておいてくれ、頼む。リセットされてる。体験版だからしょうがないけど。え、無限に増え続けるの。これリセットされるからね、これカンストまで貯めてみたする人きっといるよ。いないだろうな。はい、ということでね、戻してきました。なんかパーフェクトクリアしたら星が黒くなって、パーフェクトしてないところは白い星みたいだね。さあ、ということでいきましょう。さあね、男が5、女が3。どうやってあの上を取りに行くのか。とりあえずまず合流しようか。合流でこうと。さあ、ここからだよね。こう行って女にチェンジ。今思ったのが、女が一旦やっぱ合流するしかないか。で、一旦降りて、これ捨てて、ここに置く。で、この状態で男と女の、よし、あいつは死ぬ。こうかな。で、消して置いて、で、男、よし、とりあえずこれでクリア。ふう、いや、これを試すために結構なね、戻しプレイに時間がかかってしまったが、ヒントを教えてくれ。うん、知ってる、知ってる。知ってる。その後の王冠の取り方はこれで良かったのかな。一応これで現在いくつ使った、今10個、ミッションが10個、あ、一応 OK だ。よし、ということでフルコンプリート。いや、やりましたね。まあ、ヒント機能、ヒント括弧答え機能も多いんでね、詰まったら普通にクリアはできると思うんで、まあ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 、このね、パズル、お、こういう風にできるんだ。で、ある程度慣れてきたらね、俺が一番初めにプレイしてた、ちょっと節約プレイでどれだけ箱を少なくクリアできるかっていうのを突き詰めてみるのも面白いゲーム。発売日は4月26日、1200円だったかな。こうやって体験版で操作確認して、まあ操作性が気になるようなゲームじゃないんだけど、慣れないうちはね、いやもう俺、3作品クリアしてるけど、いまだにあの箱を出すのと、その場に置くのと、投げるのと、ロックしょっちゅうミスるんで。いやー、
だからそんな気にしなくていいかな、どうせ LR ですぐリセットできるしね。さあこれ飛ばせないんだね。この鉛筆ね、ロックマンのメタルマンステージに出てきそうな敵、ちょっと楽しみ。やっぱ一番やりたいのはこれだよね、相棒乗せての射出、これやりたいよね。この QD×2 とかあるのかな。いやまあ今回もいろんなファッションあるでしょう。はい、サンキューフォープレイング。で下で下で Y でね、 E ショップ行けますよってなってる。はい、ね、1200円なんでそんな高くないです。そもそも 3DS 版も1000円ぐらいだったっけ。あれネタバレってんです。でもあれ、あの行き方だとね、ちょっと箱が2個もったいないもんね。お、猫耳魔女棒よっと、悪魔棒ポニテ、あったあった、そんなあった。え、すげえ、今回目、口目、箱、体、口だよね普通に考えて。頭ね、細かい、デコレーションができるみたいだね。帽子と目とか口とか体とかね。体の丸とかあんの543メガ。1人2人用、ね。プロコン対応。そう。プロコン対応してるんだよ。携帯モードは1人なんだって。お裾分けプレイに対応しております、ね。で、体験版もあるんで、気になった人はまず体験版をぜひ、ダウンロードしてください。ただ、俺の動画を全部見て、体験版をダウンロードしても全ての謎は解けてしまっています。できればね、やっぱ初見はね、まあ逆に一面は簡単すぎるんでね、あんま気にしなくていいかな。あくまでもチュートリアル、操作だけ確認して、二面からはねぜひ自分でクリアしてくださいとね。自分でクリアしてから俺の動画を見てくださいね。言ったところで、ね、今回のハコボーイ&ハコガールの動画はこれで終了じゃと。さあとりあえず画面戻ってみよう。さあタイトルに、はい、ということでね、またタイトル戻ってきましたと。クリア状況はね、記録されないのにメダルの獲得状況は引き継いでいるっていう不思議なね感じだった。まあ1人編2人編ね、友達、彼女ね、そして、子供がいる人は2人編をね、分かる人はあえて言わないような感じで、答えに誘導するような感じなね、プレイをしたら楽しいかもしれないん で逆に俺みたいにこう完璧なる節約術を試すのも楽しいと思うんでね、ぜひね皆さんプレイしてください。特に2人編はいろんな攻略があると思うんでね、ぜひ楽しんでくださいといったところで、体験版はこれで終わりだ。さあではね、製品版でね、お会いしましょうといったところで、ハコボーイ&ハコガールの体験版これで終了です。それじゃあ製品版でお会いしましょう。皆さんさようなら。